なんて縁起悪いな。あんな格好して本当は投降する気じゃねえのか。あいつは道館で下ってきた新参だもんな。待たれよ、宝徳殿。棺を担ぎ打って出るとは何のおつもりか。無論自ら果てる道理はなし。これはそれがしの覚悟。死たる者、死をいとわず己が本分を全うするべし。故に死を隣に置き望むのみ。覚悟受けたまわった。皆機嫌を上げよ。ここにいるは不当不屈の強者のみ。団結して軍神関羽を打ち砕くのだ。遅くなったか。繁盛はどうなっている。繁盛におわせば宗神殿と宝徳殿必ずや持ちこたえておられるはず。しかしそれも我らの助けなしでは長くは持つまい。急ぐぞ。職などに慶州を譲るわけにはいかん。敵はすでに繁盛を包囲しているようだ。まずは繁盛の救援に向かう。
ここは私が出るしかなさそう。参るぞ。
気か。ならば容赦はしないぞ。我が知力試させてもらおう。拙者が相手だ。勝負してもらおう。我らが盾となろう。拙者はまだ負けたわけではない。体勢を立て直し、すぐに戻ってきてみせる。艦上への攻勢が弱まった。進め、今こそ艦を撃つべき時だ。報告、六軍本陣前の席が閉ざされています。カウン、さすがにやすやすとは崩れん。だがその粘りもそう長くは持つまい。なんの、我が軍の準備に抜かりなし。勝者を用意してきた。これで席を破るぞ。この勢い、誰にも止められますまい。
いざ真道じと進もん。果てることに悔いはない。カコートン曹操殿にさらばと。兄者関雲長、お先に失礼つかまつる。乱世の先、ようよう見えてきたか。